高校2年生16歳なんですけど、9月で17歳になっちゃうんですね。で自分の中で一番16歳っていう響きが一番プレミア感があると思っていて、だから17歳になりたくないんですけど、17歳になる前に16歳の曲を作ろうと思って、そのまま16歳っていう曲を書きました。いろいろ悩むことが多くてですね、それを全部詰め込みました。もし本当に自分にあんま自信がなくて、人前でやってなんだって話なんですけど、自分に自信がないんですけど、なんか良かったよって言ってもらえたら、それだけですごい救われるので、なんかちょっとでも良かったなって思ったら、良かったよって声かけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。ちーちゃんでした。最後16歳で終わりにしようと思います。ありがとうございます。Thank you.
がとうございます。